ジョゼフ・コニー・ジョゼフ・コニーは、ウガンダの反政府勢力神の抵抗軍の指導者、霊媒であると主張し、聖書と十会に基づく、新政政権の樹立を掲げ、ウガンダ北部を中心として1987年以降残虐行為を伴い、また、少年兵を使って、ゲリラ闘争を続けている。コニーは、母のラ・ネク・オティングの子として、アチョリ地方西部グル県のオデクの村で、 アチョリ族の母子家庭に生まれた。父親については一切知らないと語っている。高校で落第したコニーが初めて頭角を表したのは1987年1月26歳の時だった。コニーはラクウ上なと名乗ったアリスは馬の精霊運動の影響でアチョリ地方で盛んとなった全千年王国運動の一つに参加していた。1986年に ブッシュ戦争がヨエリムセベニと国民抵抗軍によりアチョリ族出身のティトウオケロ大統領を倒して終わるとアチョリの影響力の相対的な低下に対する憤りから北部で紛争が起こった当初コニーのグループは統一請求世軍と名乗っており NRA にとって脅威ではなかったが1988年までに NRA とウガンダ人民民主軍の停戦による残党の 合流と少年兵の挑発により、スサは、侮れない、抵抗軍となった。アプダの残党のオドンラテク司令官などは、それまでの十字隊列での、突撃や、精水の使用等の試みに反対し、通常の戦略を用いるようにコニーを説得した。スサは、NRA に対し小さいながらいくつかの勝利を得た。これに対し NRA は、政治的な対応と、北部作戦と名付けられた。 軍事作戦でスサの勢力を減退させた。1992年までにコニーは軍勢を統一民主キリスト教軍に改名した。そしてこの頃44人の女学生を誘拐した。1993年からコニーは組織名を現在の神の抵抗軍に改めた。北部作戦で壊滅し、数千人規模から数百人規模となったローラは、 NRA の協力者と住民に報復攻撃を続けた。和平担当大臣のベティオイエラビゴンベと数度、会談したのもこの時期であった。ビゴンベが最後に会った時に部下は油や灰を塗って玉や悪霊を避けていた。また、手紙で会談の日程について決める際に精霊と相談すると書いていた。会談を始める際には、 ローラの宗務責任者のゼナロボンゴミが祈りを始めた。1994年の最後の会談時にも清水をまく男と共に現れた。1994年スーダンのオマルアルバシール政権の支援を受け暴力が増大した。1996年から2001年まで様々な国際団体がコニートローラによる子供の誘拐を終わらせようと試みた。誘拐や強姦。 少年兵などの市民の犠牲は難民キャンプにも及んだ。現在のウガンダ国軍であるウガンダ人民国防軍はコニーを反乱者として殺害しようと試み続けた。だが、アプットフは現大統領ヨエリムセベニが反政府組織として結成した国民抵抗軍を前進としており、かつては程度の差こそあれ NRA もローラと同様の行為を行っていたことが 国際的に批判されている。2005年10月6日、国際刑事裁判所は、署名付きの告発を受け人道に対する罪によって、ローラの幹部5人に逮捕状が発給されたと発表した。これは初めて ICC が発行した逮捕状だった。翌日ウガンダの国防省アママムババジは、対象者がコニーと副官のビンセント・オッティ、ラスカル・クーイヤ、オコト、オディアンボ、 ドミニク・オングウェンの3司令官であると認めた。あとに、軍の広報官によれば、ルクウィアは2006年8月12日に、ウガンダ軍に殺害された。1週間後の10月13日 ICC の主任検察官、ルイス・モレノ・ー・カンポは、コニーの起訴上の詳細を公表した。33の罪状が挙げられ、うち13が、殺人や奴隷か、性奴隷か、 強姦などの人道に対する罪であった。別の21は、殺人、市民への過酷な扱い、恋の市民への攻撃の指示、略奪、強姦少年兵の挑発などの戦争犯罪である。おかんぽは、コニーは少女たちを指揮官の報酬にするために誘拐した。と述べた。2006年6月1日には ICC から要請を受けた国際刑事警察機構が、 国際手配を行った。コニーの妻については様々な説が流れている。ほとんどが誘拐された少女で27人から50人の範囲である。2007年までのローラによる推定の比喩会社の総数は6万人である。2012年3月23日にはアフリカ連合がコニーの捜索を開始した。2012年5月14日、ウガンダ軍は シーザー・アチェラム・ローラ司令官を拘束したと発表した。コニーは、ローラが重回を守るために戦っていると主張する。そうだ、我々は重回のために戦っている。悪いか人権に反してはいないし、重回はジョゼフが広めたのではない。ローラでもない。神から与えられたのだ。2006年7月31日、コニーは、今後の森で紛争について協議するため、 北部ウガンダの様々な分野の指導者と会った。翌8月1日コニーは南スーダン自治政府の副大統領リエック・マチャルと会談するためにスーダンへ渡った。コニーは後にメディアに何も悪いことはしていないので ICC の法廷に立つつもりはないと語った。2006年12月12日、コニーは国連の人道問題研究援助調整官のヤン。 エグランドと会談した。コニーはロイターに、我々に子供はいない。いるのは戦闘員だ。と語った。2012年3月、NPO 団体インビジブル・チルドレン・インクにより、コニーの2012年内の逮捕を目的とした、キャンペーン、コニー2012が開始され、同時に、同題名の動画も発表された。YouTube やビメオなどの動画サイトで視聴でき、3月7日、 現在それぞれ40万、510万の再生回数を記録しているほか、同キャンペーンのウェブサイト上でも視聴できる。9.11以降、米国はコニーを、テロリスト、ローラをテロ組織に指定した。2008年11月、当時のジョージ・ W ブッシュ大統領は、アメリカ・アフリカ軍に、ウガンダ軍と南スーダン軍の対ローラ共同総統作戦、ライトニング・サンダーへの支援を指示した。 2010年5月には、バラク・オバマ大統領は、ローラに関する法案に署名して2011年10月には、アメリカ軍を中央アフリカに展開させ、中央アフリカの森林地帯に潜伏するジョゼフ・コニーの追跡を行ってきたが、2013年3月、中央アフリカの政変で、反政府勢力セレカが政権を掌握したため、追跡を断念。代わりに、 国務省がジョゼフ・コニーの身柄拘束に500万ドル懸賞金をかけることとなった。ありがとうございます。